こんにちは。先日、手術、終わりの時にね、動画、出させていただいて、コメントとか、メッセージ等で、励ましの、メッセージなど、いただいて、本当にありがとうございました。そこは本当に励みに、なっております。で、まあ、今日はですね、入院して、今日が23日から入院してるんで、3、4、5、6、7、今日でもう5日目になるんですけども、今後のことについてと、あと、手術をまたやらないといけないことが決まったので、ご報告をさせていただきます。まあ、そのこの前の動画の時に、まあ、その怪我の名前、左中指、何でしたっけ、なんか、僕言ってましたよね。左中指可能性腱鞘炎っていう風に言ってたんですけど、まあ、その後ですね、この菌、僕のこの体の中、手の中から入った菌をこう調べてもらって分かったことがあったみたいで、まあ、先生から昨日ですね、人食いバクテリアと呼ばれる、なんか幼霊菌の、なんか、なんていうんですかね、やつ、なんか、YouTube とかで、なんか調べてもらったら分かるんですけど、なんちゃら幼霊菌みたいな、それが原因の、なんか、人食いバクテリアでしたよって言われました。はい。で、まあ、それはね、本当に危なかったんですけど、致死率なんと 30% と、言われてる、みたいで、まあ、本当にたまたま運よくこうやって生きてますけど、もうちょっと遅かったらね、もう本当にどうなってたかっていうのが、はい、もう怖いなと、本当に思ってます。で、まあ、ちょっと今日それで、まあ、これからですね、で、まあ、手術自体を、まあ、この前手術してもらって1週間ぐらい前に、まあ、この傷切った状態なんで、でそこから抗生物質とか点滴とか打ってもらって、毎日手洗ってもらいながら、こう菌をね、こう出す作業っていうのをしてもらってるんですけど、まあ、それで問題がなければ傷を閉じてもらうんですけど、まあ、まだダメだっていう判断であれば、そこで閉じずにまたその治療が継続して、またもう一回、三回目手術しないといけなくなるっていうことも今日言われました。で、まあ、今ちょっと一番こう、なんか落ち込んでるのが、まあ、手術をね、これからもう一回か二回するとはいえ、リハビリっていう、リハビリ？指を動かさないと固まってきて動かないから、指を動かすリハビリをしましょうっていうふうにね、言われて、まあ、今日まではね、ずっとこう固定したままだったんで、まあ、自分の中で、まあ、ちょっとこう甘く見てたところがあって、実際ね、こう動かしてみたりとか、リハビリの先生にこう触ってもらってやった時に、もう本当にもうめっちゃ痛くて、もう何て言うんですかね、もう骨折れてるんじゃないかレベルの痛さが、ちょっと動かしただけで痛っってなるんですよ。でもそれに慣れすぎて、もう今日、まあ、こんな感じなんですけど、でも、まあ、本当にもう指動くようになるんかなっていう、まあそれはもちろんね、その手術この前したばっかりなんで、それはね、そんなすぐに動くわけはないんですけど、自分がちょっとこう思ってた異常の痛さだったんで、ちょっとまあこんな感じに、なってしまってますけど、でもまあその痛いなりにでも無理やりでも動かさないと固まって動かなくなるよって先生に言われたんで、まあちょっと明日からまた頑張って、リハビリの方も、まあ、手術はあるんですけど、リハビリの方もね、まあ、やっていきたいなと、まあ、頑張って耐えたいなというふうには思ってます。で、まあその目標がなければね、やっぱりこう頑張れないというふうにも先生にも言われたんで、まあ、しっかりこう
まあ、あの野球で、まあ、グラウンドに戻って、プレイヤーとして、もう一回皆さんに見てもらえる、ように見てもらえるように、見てもらうだけじゃなくてもこう見てもらう中で、まあ、しっかり結果残せれるような、状態に持っていけるように、まあ、いつまでかかるかっていうのは本当にリハビリ次第なんで読めないんですけど、まあそれをモチベーションにこれからまあ頑張っていきたいなというふうに思います。でまあその入院生活の中で、まあ、本当に、手が不自由なんで、こうまあシャワーとかは浴びさせてもらえるんで、まあ、浴びさせてもらうとか一人で入るんですけど、こう袋つけてもらって、まあ、自分で、右手だけで洗って、やったりとか、まあ、ご飯とか食べるのも左手使えないんで、ちょっと不自由なところっていうのはまあ、 あるんですけど、まあ、あの看護師の方たちに助けてもらいながら、今は、やってるっていう状況です。はい。なんで、まあ、その僕が今回なった、まあ、その人食いバクテリアって言われるやつ、ちょっとこう正式名称がなんちゃら溶連菌っていうやつ、ちょっとそこまで調べられてないんであれなんですけど、溶連菌って多分みんな持ってるやつだと思うんですよね。でその中でこうなんか悪いところが、悪い溶連菌だけ発症するみたいな、多分そうだと思うんですけど、それが傷口から入るとか、なんかいろいろこう飛沫とかで入るとか、いろいろなんかあるみたいなんで、本当に怪我したからとかそういうあれでなるとかじゃなくて、僕は多分怪我した傷口から入ったと思うんですけど、本当に感染症っていうのはどこでいきなりなるかっていうのが、まあ、今回こうやって、まあ、僕の例ですけど分かんないんで、ちょっと興味ある方は一回調べてみてください。本当になってからではね、本当に遅いんで、まあたまたまね、こう切断とかはもう多分ギリギリだ、まあ僕もまだ分かんないんですよ正直。中指だけ、左手の中指だけもしかしたら切断するっていう可能性もゼロじゃないんで、まだその水曜日の手術次第なんで、まあほぼほぼ大丈夫だと思うけど。まあ、そういう可能性もね、少なからずは残ってるんで、本当に怖いんで、皆さんもこの動画見ていただいた方はね、まあ、こういう病気、まあ、怪我とか病気以外にもね、まあ、気をつけて生活していただけたらなというふうに思います。はい。また、水曜日に手術があるので、それが終わったらYouTube 上げさせていただきます。どうもありがとうございました。